こんにちは詐欺師ってやっぱりインターネットの業界に多いと思うんですよ詐欺師ってねでもね、まあ、私から見るところなのかもしれませんけども最近はねあのメルマガもう全然ね一時期登録したもう何十ものメルマガがあったんですけども解除したわけじゃないんですけども自然に来なくなりましたね各そのプロダクトローンチとかメルマガのアフィリエイトのね そういった会社って今どうしてるんですかね全然来ないですね。もう退屈なぐらい来ないです。海外の NFT のセールスとかはよく来ますね。いや、どこ行っちゃったんだろうな、ほんとにな。っていうぐらい来ないんですよ。YouTube 一生懸命見ても、私の場合はログがね、FX のが結構多いんで、FX の動画も反映されるはずなんですけども、もほとんどないんですよ。で、あったにしても多分ね、FX の商品を売ってますみたいな人って、 タイミングよよくなかななかか出会わないと思うんですよねまあ私も別に FX の商品売ってますよってからセールスをバリバリかましてるわけじゃなくってそっか塾限定動画の中でまずはあ軽くね3名5名募集しますって言ったらまあ十数名があの応募してきてみたいな感じだったんで本当ありがたいなと信用を稼いだっていうことなのかなと思いますしこれからもそれをね裏切らないように、えー、まあわかりやすく伝えわりやすくそれから 最速で返信をしてね丁寧に迅速には心がけていこうかと思いますけども、うん、でも吉田さんも多分経験があると思いますけどもいろんなねセールスで、まあ、コンテンツ買って全然うまくいかなくって果ては騙されてもしくはサポートが全然ねしてくれなくってそのうちに、あのー、販売者がどっか消えちゃってとかねもう全然なんかね、あのー、思ったのと違いましたからね。 ドリームアガビディアのも、まあ、ドリアカの門を叩いてか火くの門を叩いてもう本当にあっちこっちひどい目に遭ったんであやっとサどルつけてよかったですみなかなたっていると思うんですよ。ということはね多分いろんなものにすごく派手なねセールスでその気になって騙されてわあちくしょうと思って取り戻すためにまた再度ねいろんなものを探し続けて今度は騙されないぞっていうふうに吟味して吟味して吟味して私たちのところに来ていただいたとしたら非常にこれね少ない可能性だと思うんですけどラッキーだと思うんですよね。 そそれこそね、売る気満々の人って広告とか出して数万回数十万回の再生回数でねガンガン押していくと思うんですよ。で緻密なローンチで「ここ LINE に登録お願いします」みたいな感じやってね「続きは LINE で」とか言って完全無料でとかねそんなことをやって,煽って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 だと思うんですよ。うん、で私は吉谷さんっていうのは本当にこう通常のねこうやって動画が圧倒的に多くってであの見てためになる動画も結構意識して出してでたまーに。 やっぱりビジネスですからね、セールス動画もちょっとするんですけども、もうセールスとは言えないような、本当今回こんな商品作ったんですけどいかがでしょうかみたいなね、時にはガンガンとね、吉田さんの場合売り込むことがあると思いますけども、多分、その、販売実績ってそんなにね、お互い変わんないんじゃないかなと思います。まあ私はその頻繁じゃないんで、あのー、その分だけねあの、そこそこの価格のものが、 あの年に1度か2度だったら売れやすいってところがあると思いますし吉田さんの場合は低価格のものもあるんで多くの方が手に取りやすいしそれでもってねあの製品の質がいいっていうんで次の価格ちょっと強気の価格のものを安心して買えるのかなと思いますけどねでも本当そう考えていくと詐欺師がいるおかげであのこの業界が目立ってでもう詐欺には騙されないぞっていうふうな警戒心を持った人が本当賢い頭で私に。 私のところにねたどり着いてくれたんじゃないかなと思うんで、あの多分ね私たちのところに来ていただいて商品買ってもらう方のその精神とかその目利きも洗練されてますよね。本当にいい人しか来ないみたいになってると思います。これすごくありがたいですよね。あのたまたまセールスがガーンと来てパァと買った人っていうのは多分その何を自分がやるべきかとかどういったことを要求するべきかってこともわかんないんでそういうのもあってね。 あの販売者とと噛みみ合わないみたいないいたこもももあるかもしれませんけどもやっぱりねあの誰かを信用してでお金を払ってうまくいかなかったもしくは騙されちゃったとんづらこかれちゃったもしくはサポート期間が心だるさも切れちゃったみたいにすごく悔しい思いされてる方それを繰り返されてる方であればあるほど私とか吉谷さんのところに来てあこういう風な人がいたんだっていうふうに思っていただけるんじゃないかなと思うんですよ。またそういうふうに思わせるようにねもう徹底的なサービスとかサポートをしていこうと思いますしね。 もう少ななくとととも私たたちの方からアプローチはやめたことはないと思うんですよ特に商品買ったことがない人を追いかけていくことはないけども買ってくださった方とかにお金を振り込んでくださった方に対してはもういつまででも待ってるしもうどこまでも発信するしみたいなことを心がけてると思うんですよね。で情報ビジネスっていうのは本当に受け取り手によっていろんな感情分かれますんでねそれが分かっているんだったら少なくとも商品買ってくださった方が何らかの あのアプローチをするまで黙っているんじゃなくてもうこっちからしつこいくらいね発信発信発信コンテンツの更新更新更新していってこのぐらいでやっていくんですよっていうねそういった気合を見せていくそれによってあこの人たちは偽りじゃなかったんだインチキじゃなかったんだ、まあ、少なくともものすごい猛烈にやってくれてるのは自分たちのことをお金を払ってくれた人のことを考えてるんだなっていうふうに思わせないといけないですよねじゃないきゃやっぱり嘘ですよね。ということで今回は偽りから出た誠じゃないんですけどね偽りっていうことで。 タイトルを付けさせていたただきましたこれからもねしっかりとサポートしていきますので即完熟ドリームアカデミアこの2つ本当に間違いないと思いますありがとうございます。